セックスで大切なこと皆さんは何だと思いますかそれは性的同意です性的同意がある時とない時を見てみましょうある時は思いやりのあり愛のあるセックスができるでしょうない時は性暴力につながってしまうかもしれませんでは具体的に性的同意の例を見ましょう あなたが相手にセックスしようと言われたら何と答えるでしょう。今は嫌だと拒否することもできます。いいよと肯定することもできます。答え方は様々なのです。ここで大切なのは自分なりの意見を持つということです。自分の体は自分のもの。この言葉を合言葉に自分なりに意見を持ち、愛のあるセックスにしていきましょう。